働くのであれば、勉強したことを生かして働きたいと思いまして、防災とか災害復旧の仕事をしたいなと思って。僕の面白さはですね、思う通りにいかないところかなと思います。道路、河川、砂防、海岸、漁港など幅広い分野で人々の生活に欠かすことのできない社会資本の整備を担うのが北海道の土木技術職員です。私たちの仕事は道民の命と暮らしを守り、北海道の経済活動を支える社会資本の整備です。社会のニーズを汲み取り、計画から施工、すべてに携わります。また、計画に関わる地域への説明や、施設の維持管理、防災対応なども行います。建設部と全道に10カ所ある建設管理部が連携して仕事を進めていきます。北海道では地域に根ざした小規模な事業から広域的な大規模事業まで幅広く事業を実施しています。もともと土木工学を専攻していたこともあって、働くのであれば、勉強したことを生かして働きたいと思いまして、その中でも、計画から工事の実施までを行える北海道職人というところにすごく魅力を感じまして、すごく相談しやすい環境で、職場の上司とかっていう関係ではなくて、仲間っていう意識でやってるので、すごく楽しく仕事させてもらっています。実際出来上がったものっていうのが形に残るので、すごく達成感を得られる職場なので、それがすごく魅力なんじゃないかなと思います。こちらの先輩職員は防災とか災害復旧の仕事をしたいなと思って、それで北海道職員を選びました。地域の皆さんの生活とか命に関わる分がとても大きくて、責任感もあって大変なところも少しはあるんですけれども、その分やっぱり達成感がものすごく大きいので、そこがやりがいだなと思ってます。若手職員であっても一つの現場を担当させてもらって、それをゼネコンの方ですとかと一緒にこう引き上げていくのはとても楽しいです。実際物ができたりすると、地域の方に自分たちの暮らしのためにありがとうって言葉とかかけてもらえることがありまして、それはもう本当に嬉しくて、今でもずっと忘れないで覚えてます。こちらの先輩職員は建設部の道路課に勤務しています。北海道職員っていうのは自ら考えてですね、どこにどのような道路を作るとか、自分がその思い悩んだものを実際に形にできると。道路がですね、命に直結するような重要なインフラだと思われますので、そういう点でもやりがいを感じて北海道職員になりました。土木の面白さはですね、そのやっぱり思う通りにいかないところかなと思います。土が硬い柔らかい、その水が多い少ない、その目に見えてない部分を、どうやって調べてどういう構造物を作るかっていうところが、なんか一番醍醐味かなと思います。全てに携われるっていうところが、難しくもあるんですけど、全てを見て全てを考えて全てを学ぶことができるっていうところが面白いなっていう方は、ぜひ、一緒に働くことができたらなと思います。道民の命と暮らしを守る北海道の土木技術職員、広大な北の大地であなたの力を発揮してみませんか？